もし吹雪さんが死んじゃったら僕の体はどうなるんだろう。吹雪さんが死んだら術が解けて元の姿に戻れるのかな。それとも死んだら術が解けなくなって永久に戻れなくなっちゃう。ああ、これは僕にとって相当重要な問題ですよ。まあとりあえず助けましょう。吹雪さんが死なないと術が解けないって分かったから殺しても遅くないし。雪丸さん、頑張って吹雪さんを助けましょうね。おお、ティンク殿、温かきお言葉感謝するでござるよ。いやー、なんのなんの、僕は人助けするために生まれてきたような悪魔ですからね。任せてくださいよ。